これから探検に行く私たちのミッションを発表したいと思います。うん。何ですか？ちょこ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 、ドン！ミッションは、ジェンギという不思議な生き物を探せです。ジェンギ？アフリカ大陸の真ん中には森が広がっています。熱帯雨林っていうふうにも言うんだけど、今日はこの森の中を探検するんだ。私たちここを探検しに来たんですね。このマカピンギの村について詳しい人を誰かご紹介をしていただきたいなって思うんですけれども、お前らジェンギを探しに行くと言っているのか？そうです。ジェンギは優しい時もあるけど怖い時もあるんだ。森の中すごく涼しいですね。うん。あといろんな音が聞こえる。そう、長老に聞いたんですけど、動物の声なんかもいろいろ聞き分けられるって言ってましたよ。今のはチンパンジーの鳴き声です。はい。ゾウ。ゾウ。どうですか？正解。正解です。これをみんなでもやってみたいと思います。事前にこの葉っぱを皆さんにお送りしたんですけど、切り抜いてきた人いますか？ありがとうございます。せーの。バシャッ。バシャッ。バシャッ。これ、わかるかな？そう、バカ語では、殻と言います。殻。みんな初めてにしては上手にできたね。わしらは取った獲物はね、独り占めは絶対にしないってことになっとるんや。みんなで分け合うんだよ。長老にね、こっそりとリカノっていうのを教えてもらったんですよ。リカノ？うん。リカノっていうのは昔話のことなんだって。で、この昔話の中に、なんとジェンギが登場する。ヒント探せるかも。とわ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 、風が激しく吹き荒れました。来たな。チンパンジーはジェンギが来たことを感じ取りました。でも目には見えません。なんかジェンギのことちょっとだけでも分かった？生き物なんか神様みたいな存在？実際に見えることもあるんじゃ。森林伐採とかされちゃって、全く森がなくなってしまうと、スーッとこうジェンギはいなくなる。チンパンジーが出てきて、でジェンギが出てきて大きな風が巻き起こった。あのリカノのお話の続きをみんなに考えてもらいたいんです。シンくん発表する。やっぱり祭壇と言ったらシンくんで。うん。風が吹いたらいい。お願いします。祭壇みたいなものを作って、なんかお供え物を。なるほど。ありがとうございます。ありがとう。赤火組の人たちって歌と踊りがね、すごい大好きなんですよ。リカノの中でも歌と踊りを忘れちゃいけないってチンパンジーが言ってたでしょ。最後にそれをみんなでやって、歌と踊りでわーっていう風に、やりたいと思います。やや、えー、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 やや、ミッションの、ジェンギという不思議な生き物を探せ、なんと出会うことができました。よかったので、無事ミッション完了ということで、日本に今から帰りたいと思います。どうでしょう、何か印象に残ったことがある？あ、じゃあ魚を素手で捕まえること。森とかを裸足で走ったりするので、ちょっとそこはびっくりしてしました。住んでるところとか環境とかいろんなところから見て、やっぱり考え方が違うんだなと分かりました。
じゃあこれで今日の探検隊を終わりたいと思います。いくよ、せーの、地球探検隊、ありがとうございました。